めんなさい、この今ちょっとこれ抜けてて、シュルーンと抜けましたね。ほい、道会える、お楽しみ、海の日だね。海久しぶりに泳ぎたい。明日部活で大会なので応援してください。頑張れ、できるよ。モカがおまじないかけてるからね、できるよ。こんばんは、こんばんは。配信して12分くらいのと教えてほしいな。耳かけ良いですか？今日耳かけデーですね。後でここで止めよう。朗読劇上手だったよ。たくさん練習したから。練習したよ。でもね、やっぱ緊張でまだ噛んじゃうから、なんかそれをもっとね、緊張しないようにね、頑張りたいなと思います。ツアーの夜、4列目レシーブありがとう。こちらこそありがとう。やんちゃんから LINE 来た。ちょっといい。そうなんだよ、朗読劇ね、モカが最後だったの、あの名前順で。だからめっちゃ緊張しちゃってさ。そうなのよ。ローモバの T シャツ届いたんだけど、もーちゃんの名前、もーちゃんの名前書き忘れてた。ごめん。そう、そう、あれ良いって言われたんだけどな。夏のツアーの昼公演見てます。わ、嬉しい、ありがとう。昼公演、私の緊張感、話し会で持っていくね、ありがとう。元気な声が、そう、元気な声が。あらかい、ありがとう。ててて、こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんか今日なんか違うのよ、今日も顔が。なんでだろう、一緒？私のあれかな、なんかこだわりかな。夏バテしちゃったの、助けても。じゃあモカもね、夏バテしそうなのよ。なんかさ、車のさ前にはさ、車のさ前にはさ風通るのに、後ろに通んないの悲しい。二千モカのとこが空いてるので、ひーくんとかでもぜひお願いします。初見です、いらっしゃい初見さん、こんばんは。耳出し似合うと、ありがとう。また母さんしたって、ほんまにありがとう。が、最近は前髪ここちょっと巻くようにしました。昨日からだ、昨日からね。あとは耳かけが多くなったりとか、この変化で言ったら、あとは眉毛を前よりちゃんと描けるようになったみたいな。この巻きが取れてきてる、やめておくれ。こんばんは。ちょ、最近暑すぎてマジで、もう男梅のグミしか食べてなくて、あのめっちゃ塩が入ってるんですよ、梅の。梅ね、めっちゃ美味しくて美味しくて、もう夏に食べると余計に美味しくて、
ずっと食べてる。こんばんは、こんばんは。こんばんは。見ててれれ、前髪さん。そう、マジで男梅のグミ美味しいよ。でも食べてみて。そう、おにぎりも私は梅だし。そう、塩分欲しいのからだ。でもさ、塩分って食べ過ぎちゃうとさ、なんかあれじゃん、むくむじゃないですか、次の日。気をつけなきゃって感じ。でも最近なんかむくんでもなんか朝で治る気がする。あの日早速買いましたね。暑い時はみんなぜひ男梅です。ね、あと塩分チャージとかもあるしね、大事だよね。でも明日は男グミ食べながら迎えます、ぜひ。あとはなんか涼しい飲み物を飲みながら、みんなもね、外出るときは。私も夏バテしてる。こんばんは、こんばんは。そうそう、塩分ね、取りすぎちゃいもいけないしね。ここ事務所だから声がいろいろ聞こえてる。今何分やってるかな。どこめ。七並べもドレントもちゃんゲットしました。かわいい。え、嬉しい、ありがとう。まだ8分、え、まだ8分なのに1600人も今変わった、来てくれててめっちゃ嬉しい。なんかもう普通、そう、嬉しい。語彙力がおちゃみたいな可愛い子も男目食べる。いやいや、もうおうかマジでスルメ大好きだし、男目大好きだし、全然そんな何でも好きですね。イヤホンなくしてもんだけど来ちゃったで、いらっしゃい。そうだね、時間帯が今来やすい時間帯っていうのはあるかもしれない。なんか7時ぐらいがみんな一番なんか、そう思うかね、食べ物の趣味なんかね、渋いんだよね、自分でも感じてる。テレレレテレレレレレレ、今日のリードピアでみんなにもーちゃん元気なこしてされてた、そう嬉しい。こんばんは、こんばんは。ゲソとか好きそう、バレた。お祭りの屋台ではイカの足、イカ焼きくださいっていつも言ってましたね。でも今回は、今回じゃない、今年はお祭りがないから、全然、そう、私の大好きなイカ焼きが食べれない。イカ焼きにぶどう飴、いちご飴、全部制覇したかったな。本当にもうかね、イカ焼き、ポテト、さっき言ったいちご飴、ぶどう飴、何が好きやっけ、あとかき氷。あと何が、いっぱい好きなんだよね、まかちゃんは。本当に私屋台の食べ物大好きだから。なんかあとチーズハットグ、あと何かあるっけ、なんか出てこない、行ってなさすぎて、お祭りというものに。いや、肩抜き大好き、美味しい、肩抜きが美味しいんですよマジで。あー、お祭り行きたかった。なんか広島には十日山っていうのがあるらしくて、私行ったことなくて、で行ってみたいんですよ。花火とかも見たいしね。
かわいい、ありがとう。ねえ、めっちゃ食べたくなった。なんか高知にいた頃フリフリのさ、フリフリポテト、多分広島にもあった気がするけど、フリフリポテトのチーズ味を食べたい。あ、リュクシ食べたい。浴衣おもちゃで夏祭り気分味わえた。よかった、また着るね。着たいな。高知の頃は何だったっけ、めっちゃ行ってたよ。なんかあの潮江天満宮お祭りとか、信濃様とか、どこ行ってたっけな、いろいろ行ってた。なんかあの海のところである花火大会のやつとか、なんか5月5日にあったような気がするような花火大会とか、めちゃくちゃ行ってたのに。食にあふれている。私最近ご飯大好きね、前からやけど。こんばんは、こんばんは。そうそう、 STU でもお祭りやりたいんよ、ファンの方呼んで。私すごいそれが、なんだろう、もう今のやりたいこと、もうマジ今の夏のファンの方とやりたいこと、本当に。またやろうね、一緒にお祭りしようね。はじめまして、はじめまして。空腹で配信聞いてるのきつい。そう、私も空腹ないよ今。ねえ、やりたいよね。読むね、そろそろ。だよさん、ととえありがとう。こっちけさん、あわあわありがとう。ひいくんさん、かわいいありがとう。だよさん、お疲れありがとう。こっちけさん、かわいいありがとう。ドラゴンさん、よく頑張った、ありがとう。つばやすけさん、かわいいありがとう。たんぽぽのうさきさん、てっぽう、ありがとう。太陽さん、いいね、ありがとう。あたりしょうぐさん、星ありがとう。てるさん、かわいいありがとう。ラスカルさん、とこありがとう。カピバラミキュさん、トータありがとう。ひなっぴさん、あわあわありがとう。ゆわおんさん、ハートありがとう。ひなっぴさん、あわあわありがとう。たんさん、ハートありがとう。あわあわもありがとうね。ゆきやきたさん、かわいいありがとう。てるさん、あわあわありがとう。12位のまぼろしさん、ありがとうございます。11位の渡辺さん、ありがとうございます。10位のホリちゃんさん、ありがとうございます。9位のゆきあきたさん、ありがとうございます。8位のふみやとマークうふふさん、ありがとうございます。7位ののりさんとマークキューマイパスタさん、ありがとうございます。6位のいわおんさん、ありがとうございます。5位のたぽぽのおさきさん、ありがとうございます。4位の僕の太陽さん、ありがとうございます。3位のたんさん、ありがとうございます。明日太ももを持っていきます。お、うちわですか、持ってます、ありがとう。見つけるね。2位のドラガンさん、ありがとう。声もお顔も可愛いよ、朗読素敵だった、見てくれてありがとう。1位のあたりしょうぐさん、ありがとうございます。ハッピーバースデー、ありがとうございました。でもまだ出てないから、お腹にあった、お腹空いてきちゃった。気づかなかった、ただいまコーチです。あのメールで載せてくれてたの見たよ、ありがとうございました。15分出ているかな。ありがとう、みんなメール送るね。クワトロ明日めっちゃ楽しみにしてるね。ありがとう、お疲れ、ありがとうございました。またねー。